ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画はこちとら自腹じゃ。パクユーが毎週 CD ショップに行き、その週に発売された新作邦楽アルバムの中から1枚をチョイス、自腹で購入し、5段階で星をつけて評価レビューするという企画でございます。今週もホームタワーレコード新宿店で CD 選んできました。早速ご紹介したいと思います。今週の自腹 CD はこちらです。じゃん。マジックバックナンバー、3人組、ロックバンドポップバンドの、バックナンバーの、6枚目のオリジナルアルバムになります。まあバックナンバーめちゃくちゃ有名なんで、めっちゃ売れてるし、めっちゃでかいとこでライブやりまくってるし、知らない人はいないと思うんですけれども、僕自身は、今までバックナンバーのアルバム、まあ、曲っていうのをあんまりがっつり聞いたことがなくて、というのも僕2006年から2010年の間、まあだいたい大学に通ってた時期と被るんですけど、それぐらいの期間ですね、世の中で売れてる音楽ってっていうのに、全くこう触れない期間と言いますか、そういった音楽を全く聴かなかった時期っていうのがありまして、でちょうどその頃にガーンとこう勢いを持って売れ出していったのがバックナンバーなんですね。なので、あの今まで高嶺の花子さんとか、あとは、綿菓子とか、その辺の曲はまあ聞いたことがあって、で、まあ同級生の友達がバックナンバーいいんだよね、みたいな話してたりとか、そういうのは知ってたんで、まあ何曲か聞いたことはあったんですけれども、こういう風に、アルバムを1枚がっつり聞くのは今回が初めてです。で、この企画ももう2年半、3年ぐらい続けてますので、自分の気になるアーティスト、好きなアーティストのこうアルバムが、2枚目、3枚目と、リリースされているような、状況になっているのが、近頃という感じです。なので、逆に自分が今までこのコーナーで取り扱ったことのないものっていう風に選んでいくと、結構こう世の中的にはもう誰もが知っているであろう、あのすごく売れているアーティストの作品に、行き着くと、まあ、そういった流れになっております。で、今回このバックナンバーのアルバムと最後まで迷ったのがサチモスの新しいアルバムです。まあ対局というか、なんとなくこうイメージ的には、真逆の、バンドになるとは思うんですけれども、サチモスのアルバムっていうのは前作も前々作も、僕このコーナーでは取り扱ってないんですけれども、ちゃんと聞いてまして、自分的により新鮮な方をというふうに思ったので、今回バックナンバーのこのマジックというアルバムを選びました。それでは中身についてお話ししていきたいと思います。収録曲が全部で12曲で、時間が47、8分っていう感じでした。まあ歌物の、J-POP のバンドのアルバムっていうことなんで、もうちょっとヘビーな、まあ時間もこう1時間近くになるようなアルバムなのかなというふうにこう予想していた、覚悟していた部分があったんですけれども、結構さらっと聴けたなという感じです。12曲のうち、シングル曲が4曲ありまして、でそのシングルのカップリング曲っていうのもあるので、アルバム曲、今回新規収録の曲っていうのは多分3、4曲、ぐらいしかないのかなという感じです。で、僕もシングル曲に関しては、あの映画の、主題歌になってたりっていうので、なんとなくさらっと聞いたことはあったりしたので、僕にとっての、新曲っていうのは8曲っていう、感じでした。で、まず、まあ、このコーナーで毎週こう取り上げているアーティスト作品に比べて、もう明らかだったのが、もう常に頭からお尻まで必ず歌が引っ張っていく、歌が先行して、音楽が展開されていくっていう、そこが、まあものすごく、はっきりしていて徹底しているところだなというふうに思いました。大抵、まあどのアーティストの作品、まあ売れてるこう歌物的なアーティストの作品でも、こう一瞬音楽がこうリードしたりとか、あこの曲こういうアイデアを試したいから、作ったんだろうなみたいなところがこうリードしていったりとか、そういう曲が、何曲か混ざってくるっていうのが大体なんですけれども、このアルバムに関しては1曲目から12曲目まで、最初から最後までもうどこを切り取っても常に歌が、曲をリードしていく、音楽をリードしていくっていう、そこが、あ
徹底してるなっていう風に改めて思いました。で、まあカップリングとしてすでに世の中にはこうリリースされてる曲ではあるんですけれども、アーティストっていう曲とかロンリネスという曲とかエキシビジョンデスマッチという曲とか結構その売れたことの苦しみみたいな、そういったものをテーマにしてる曲っていうのも多くて、で、これがこう、まあ、後々調べてみたら、まあ、映画の主題歌になっている、シングルのカップリングで収録されてたりっていう風に、今までこう発表されてきたみたいで、なんかこう、世の中が求める、バックナンバー像っていうか、バックナンバーこういう曲だよね、こういう雰囲気はバックナンバーだよねっていう曲の裏側にそういう曲を求められて、そういう曲を作り続けることの苦しみみたいな、そういうのを歌った曲を、入れて、今までこう世の中にリリースしてたんだっていうのは、ちょっとびっくりというか意外というか人間味が感じられて、僕はちょっと嬉しい気持ちになりました。で特に、アーティストという曲の、一節で、お金出して褒めていただく批評っていう、フレーズがあるんですけれども、そこはなんかこうバックナンバーに歌ってもらえて、すごく嬉しいなっていうか、そうなんだよそうなんだよっていうところは、毎週まあお金もらわずに、自腹で、まあ当然なんですけれども、CD 買って、レビューをしている、まあ批評をしている、僕からすると、すごくこう、まあ救われるというか、あ、バックナンバーにそれ言ってもらえるとすごくありがたいな、助かるなという、そういう風な思いになりました。それでは、5段階で星をつけて評価していきたいと思います。今週のバックナンバーのマジックは星3つです。まあ、なんて言うんでしょうね。期待を裏切らないというか、どんな時代にも、こういうバンドとかこういう音楽っていうのが、必要なのが、日本の音楽シーンであり、まあ、それが日本の音楽シーンの良さでもあるのかなっていうようなことを感じました。もうとにかく、歌があればそれで良いというか、音楽ではなく、歌。というところがこうはっきりしていて、で僕は歌が好きなので、まあ、すごくこうスムーズに、自分に溶け込んでいくなという感じありましたし、不快な気持ちというかなんか聞いててしんどいなっていう瞬間は全然なかったですし、これが売れるのはよくわかるというか、みんながいいよねいいよねっていうのはすごくよくわかるなというふうに、改めて思いました。まあこういう、まあ、いわゆる、恋愛をテーマにしてこう歌物の曲をガンガン作っていくみたいなバンドっていうのはたくさんいるんですけれども、そんな中で、バックナンバーが、飛び抜けてこう支持を得ている、共感を得ている、評価されているっていうのはどういうところに理由があるのかなっていうふうにちょっと考えてみたんですけれども、毎週聴いているいろんなアーティストの作品と比べて、はっきりと違うなと思ったのが、どの楽曲も必ず違うスタート地点からスタートしてるっていう、それがはっきり聞き手に伝わるっていうのは、一つこう特徴っていうか、飛び抜けている部分だなというふうに思いました。まあ、歌なので、物語であったり、まあ、お話をこう、聞かせてくれるわけなんですけれども、その話のスタート地点っていうのが、絶対、違うんですよ。この曲はこっからスタートします。次の曲はこっからスタートします。こういう角度で物を見ます。こういう風景の中で、物語が始まりますみたいな、そのスタート地点が毎回はっきりと違うので、それはすごいなっていうふうに思いました。まあそのバックナンバー武士というか、特徴的な、物事の捉え方みたいなものは、共通している部分あるんですけれども、全部の曲がこう違う物語に聞こえてくる、違うお話に聞こえてくるっていうのは、素晴らしいなっていうふうに思いました。まあこれはなかなか、どんなバンドでもできることじゃないな、どんなソングライターでもできることじゃないなっていうふうに思ったので、そこはすごく、見習わなきゃいけないポイントだなっていうふうにも思いましたし、まあ、バックナンバーが愛されるっていうのはすごく納得
ていくなという、感じを、今回じっくりアルバム聴いてみて思いました。まあ、僕は結構、音楽に関しては、天の尺というかひねくれてるというか、売れてるもの、みんながいいって言ってるものはこうちょっと後回しにしちゃうみたいな傾向があって、僕のチャンネル見てくださってる方の中にはそんな僕にちょっと共感して、見てくださってる方も多分いると思うんですね。なのでこうバックナンバーなんやねんみたいな、あんまり聞いたことなかったわみたいな人もいると思うので、今回のアルバムぜひね、僕の動画をきっかけに、聞いてみていただけたら嬉しいなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。